皆さんこんばんは。はい、集まってくださった皆さんありがとうございます。とっても急なお知らせで、あのライブしようってね思ったのが今日の本当にね8時過ぎぐらいだったのかな、うん、だから結構ねもうお知らせがすごく遅くなってしまって、で LINE の方に8時ぐらいにですね今日ライブしますっていう風にあの告知させてもらったんですけど、来ていただけるとこんなにね思わなかったので嬉しいです。あ、こんばんは、びっくりっていうメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。あ、こんばんは、しずこさんこんばんは。なんかね急なライブで皆さんびっくりされてるかもしれないんですけれども、ちょっとね思い立ちまして、の私 YouTube がこの前ちょうどね1000人になったんですよ。でなんかねせっかくなので何かしたいなって思ってたんですけど、なかなか何をすればいいか思いつかなくって、でどうしようかなと思って、あ、まずそうだと思って21時半から平日ライブをやろうかなと思ったんですね。でまあなかなか本当はね毎日やりたいんですけども、もう毎日はね私夜結構ねあのヨガ行ったりとかね結構してたので、その時間のやりくりとかがあるから毎日ってもしかしたらちょっと無理かもしれないんですけれども、できるだけ毎日できるようにやってみたいなと思っています。これぐらいの時間がね皆さんあのお仕事されている方だと終わってちょっとこうほっと一息ついている時間かなと思うので、平日21時半から、やっていこうと思いますので、またこの時間にねよかったら集まっていただけたらと思います。はい、で今日は急なんで何しようかなと思って急いでねさっきあのね考えたんですけど、あ、メッセージいただきました。こんばんは、お昼は仕事なので視聴できて嬉しいです。あ、ありがとうございます。そうですよね、私の生徒さんもね結構平日は昼もお仕事とか行ってらっしゃるし、まあ、逆にね8時とか7時だとお家のことでいろいろね食事作ったりとかお忙しいと思うので、もういろんなことがちょっと終わって9時半ぐらいがいいかなと思ったんですね。あまり私はあの実はあの10時とかの方がね私的には良かったんですけど、でもあんまり遅いと眠くなっちゃいますよねなので、まあ、9時半からっていうのでちょっとやってみようかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、それでですね今日のテーマなんですけれども、フードプロセッサーでお菓子作り、ミキサーとの違いというテーマで今日は、お伝えさせていただきます。はい、あ、初めての方もいらっしゃるのでちょっと私あのお名前言うの忘れてたんですけれども、はい、和モダンフランス菓子のお菓子教室、オンラインお菓子教室を主催しておりますアトリエ S リエゾンの、徳本さと子です。よろしくお願いいたします。はい、初めましての方も、はい、こんばんは。ではね、今日のテーマなんですけど、フードプロセッサーでお菓子作り、ミキサーとの違いっていうテーマでお伝えさせていただきますね。ちょっとね作ったのでこれを共有させていただこうかな。はい、ちょっとね何についてお話しするかあの分からなかったらと思って、急いでさっき作りました。はい、はい、でフードプロセッサーでお菓子作り結構されている方いらっしゃいますか？私はね結構なるべくもう機械を使えるもの、効率化できるものは機械使いたいなと思って、自分で作るときは結構ね積極的に使っているんですよね。はい、皆さんどうですか？もしあのフードプロセッサーこんなことに使ってますよとか、なんかね途中でもいいので、もしコメントがあったらぜひどんどんあのコメントください。はい、で今日ねどうしてこのテーマ選んだかっていうと、実はねこれ生徒さんからねあの、まあ、失敗談っていうかあったんですよ。ちょっとね共有させていただきますね。待ってくださいね。はい、これが受講生さんから
私オンラインで LINE でねいろいろサポートしているのでいただいたんですけれども、今月タルトをしてるんです。すだちのタルトを作っているんで、タルト生地を作る時にちょっとねこううまくいかなかったっていうこのようなメッセージをいただいたんですね。機械で作ったんだけれども生地が下にこう沈んでしまって空回りになってしまいますと。はい、で生地をね上にこうかき上げるようにしたんだけれども、何回やってもなんか下の方の微量しか混ぜられなくて結局手で生地を作りましたっていうようなことだったんですね。で私は一応レシピにはねフードプロセッサーでの作り方とお持ちでない方用に手で作るやり方2つお伝えしているんです。でこれはフードプロセッサーを使ってやる方法でねされたと思うんです。はい、コメントいただきました。タルト生地の時に初めて使いました。あ、そうですか。今ねまさにそのタルト生地のお話なんですよ。はい、で何をなんか下に空回りするってどういうことだろうと思って、何を使いましたかって言ってご質問したら、これですって言って送ってくださった写真がこの今上に写っているミキサーだったんです。はい、ということでちょっとね停止させてもらいますね。じゃあこれで今からね待ってくださいね。はいはい、それでねじゃあミキサーとフードプロセッサーってどう違うのかなっていうことでちょっとねお伝えしたいなと思って、でフードプロセッサーで作るお菓子作りのこうメリットってどういうことがあるんだろうとか、どんなお菓子作りに使っていくんだろうっていうことを今日はお話しさせていただきたいと思います。でまずですね、初めにミキサーですね。でミキサーっていうのは皆さん持ってらっしゃる方多いと思うんですけれども、食材を細かく切るっていう点ではフードプロセッサーのことね、フープロ、あ、やっと参加できましたっていうコメントいただきました。はい、ありがとうございます。森さんありがとうございます。はい、そうですね、夜がいいですよね。はい、でフードプロセッサーと細かくするっていうのはミキサーもね同じ役目があるんですよ。でよく作るのっていわゆるジュースとかスムージーとかこう朝飲んだりするね、そういう時にミキサーって使うと思うんです。で一番大きな違いっていうのがあって、フードプロセッサーっていうのはいわゆる固体のものをさらに小さな固体にする。例えばアーモンドを固形のままナッツを入れてそれをこう細かく砕いたらさらに細かくなるじゃないですか。でも固体から固体ですよね。でそれがフードプロセッサーなんです。それに対してミキサーっていうのは固体から液体に調理するっていう点が最も大きな違いだと思います。ジュースになるわけなのでね、初め例えばリンゴとかバナナだったものがジュースになってスムージーとかなって飲めるようになるっていう点がね大きな違いだと思います。でただね、そのミキサーって刃が交換できませんよね。フードプロセッサーってアタッチメントがあるので刃をこうね交換できるんですけれども、ミキサーはもうひっついてるというか一体型になっているのでそういう交換ができないですね。そこが大きな違いだと思います。次にフードプロセッサーなんですけれども、まあお料理で言いますと肉とかお野菜とかのその塊の状態を細かくするっていうのが得意になります。よくね野菜をフードプロセッサーに入れて みじん切りにこうしたりとか、お肉を包丁でねするの大変だからミンチにしたりするっていう時に結構ね使ったりすると思います。主に料理で言うと下ごしらえですよね。でこれねお料理だけじゃなくって実はお菓子作りでもすごく使います。本当にねお菓子作りされてる方わかると思うんですけれども、お菓子作りって結構力仕事なんですよね。そういった力仕事で時間のかかる作業っていうのを
こう頑張って自分の代わりにやってくれる本当にあの優秀なアシスタントっていう感じです。はい、じゃあねちょっとねこれをはいシェアしますね。フープロのお菓子作り3つのメリットっていう風に今日はねあのまずお伝えしていきたいと思います。でまずね使うメリット、お菓子作りにフードプロセッサー使って何がいいのっていうことをねあの私なりにちょっと3つまとめてみました。こちらになります。まず1番が冷たい状態をキープしながら混ぜられるっていう点ですね。手で触らないので当然なんですけれども冷たい状態で作業したいものに適しています。で2つ目がグルテンの発生を抑えてサクッと仕上げられるっていう点です。あのパン作りされている方だと、まあ、グルテンってねあのパンのこう弾力とか出すには必要なものになるんですけれども、お菓子作りにおいてはグルテンをなるべく出さないように作業をするっていうシーンが結構多いんですね。そういったグルテンが出ないように作業することがフードプロセッサー使うことでできます。はい、で3番目が下準備の手間が減る。これで結構大きいと私はあの思っています。あの例えば今月やっているタルト生地を例にとると、通常のレシピってバターを室温に戻すクリーム状にしておくっていう工程が一番初めにあるんですよね。でも例えばまあ冬とか寒いですよね、室温にあの例えば30分出しててもバターまだ硬いよっていうことも結構多いです。でそういう時にこうね調節したりとか待っておくって結構大変だと思うんですよ。でもフードプロセッサーを使うと冷たい冷えたままのバターを使って作業ができるんです。だから室温に戻しておくっていうことをしなくていいっていうのもすごく楽ですよね。でもう一つ、まあ、卵とかもそうですけど、卵を入れるレシピだと卵もねやっぱり室温に戻しておかないと混ぜている途中でもろもろっとなっちゃったりするんですよね。でもそれをやらなくていい、冷たい状態で作業していくっていうことができるので楽です。あと粉類も振るわなくていいですね。もうフードプロセッサーが振るってくれます。回すことで振ることに、ね、なるので、あの振るわなくていいんですね。で通常の、例えばタルト生地作るって言ったらバターを室温に戻しておいて、そこにまあ砂糖を入れてすり混ぜて、卵をちょっとずつね加えて混ぜて、で最後にふるった薄力粉とかを加えて練らないようにさっくり混ぜましょうっていう風にレシピに書いていると思います。結構ねこれやってみるとね気を使う作業なんですよ。はい、あの練らないようにさっくりとかいうのも難しいし、卵をゆっくり加えるっていうのも結構ね、あの初めてお菓子作りされる方だったらハードルが高いんですよね。そもそもバターをちゃんと室温に戻せてるかっていうところからもうスタートするので、でもフードプロセッサー使うとそういうことなく、もう冷たい状態でバンって掘り込んでしまえばいい状態にできるっていうのはすごく簡単で、あのお手軽でいいと思います。はい、ここまで大丈夫？あ、違う違う、待ってね。ここまで大丈夫ですか？もし質問とかねあったらねどんどんくださいね。じゃあね、フードプロセッサーを使う時どんなお菓子に向きますかっていうことを今からお話ししていきます。はい、これですね。はいはい、クッキーとかタルトです。まさにねこれ今月作っているものなんですけども、クッキーとかタルト生地、つまりはこれねさっくり合わせたいものです。こういうものにすごく合います。で次がスコーンとパイですね。これは温度の管理が知りたい、
必要なものです。あ、今ね、そこが知りたいというメッセージをいただきました。そこが知りたい、どこですかね。タルトクッキーのことですかね。どんどんメッセージいただいたらお答えしていきますので。で、例えばスコーンパイとかもやっぱり冷たい状態で作業したいので、温度管理っていうのがすごく大事になってくるんで、温度管理が必要なものはフードプロセッサーは向いています。あとチーズケーキやマフィン、これは何かというと、もう混ぜるだけのお菓子です。順番に一つのボウルの中にどん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 混ぜていくっていうね、ものですよね。で、もちろんね、そのチーズケーキとかマフィンとか手で作ることもできるんですけれども、クリームチーズとか硬いし、マフィンとかもね、やっぱりバター練るって結構な力いるんですよね。でもフードプロセッサーに任しちゃえば、もう本当にあっという間にできますので、力がいるようなものっていうのはね、結構お任せしてしまってもいいのかなと思います。はい、以上がですね、今日の、フードプロセッサーお菓子作り、についてお伝えしました。はい、一応シェアを停止します。はい、じゃあね、今日まとめさせていただくと、まあミキサーとね、フードプロセッサーなんですけれども、一番の違いは、フードプロセッサーは固体から固体に、小さな固体にするっていう特徴があるんですけれども、ミキサーっていうのは固体から液体にしますよっていう点が大きく違います。次にお菓子作りに使うメリットなんですけれども、まず冷たい状態を保ちながら混ぜられるっていうことが1点、2点目はグルテンの発生を抑えてサクッと仕上げられるっていう点ですね。で、最後3つ目が下準備の手間が減るっていうことです。ではどんなお菓子に向くかというと、クッキーやタルト生地、これはさっくりと合わせるものになります。次はスコーンとかパイ、温度管理がとても重要になってくるお菓子です。で、最後にチーズケーキとか、まあ、パウンドケーキとかも、ね、そうなんですけど、マフィンとかそういうものですね、混ぜるだけのお菓子です。はい、こういうものにね、ぜひよかったら活用してみてください。はい、フードプロセッサーとミキサーの違いについて今日はお話しさせていただきました。はい、何かご質問ありませんか。もしね、あればお答えしていきます。特にないようでしたら今日はね、終了になります。明日もね、もし明日も何か、まだ何も考えてないんですけど、何か やろうかなと思います。なんかリクエストあります？こんなの知りたいっていうのがあったら明日やりますけど。はい、ありがとうございましたっていうメッセージいただきました。はい、こちらこそありがとうございました。今日はね、来月お菓子ガトーバスクなんですけど、いろいろ撮影したりとかやってたんですね。これちょうどね、さっき焼けたのがあるんで、よかったら見てください。すっごいね、美味しそうでしょ。ナルト金時のガトーバスクです。ちょっとね、夜なので今日は食べるのやめて、明日いただきます。はい、あ、メッセージいただきました。ミキサーから固体、液体、フードプロセッサー固体から細かい固体ですねっていう。はい、ありがとうございます。はい、綺麗にね、まとめてくださいました。森屋さんがまとめてくださいました。はい、こうやってね、どんどんアウトプットしてくださると、自分の中の記憶に本当に残るので、今お伝えしたことをどんどんね、メッセージとしてアウトプットしていただくといいかなと思います。はい、静子さん、ありがとうございましたっていうメッセージいただきました。はい、あ、早いですね。あっという間に時間が、15分の予定が、ね、あまり長くすると毎日やってたら続かないかなと思って、で、見る方も大変じゃないですか、あまり長いと、ね、なので15分ぐらいがちょっとサクッとしてていいかなと思ったんですよね。はい、ありがとうございます。静子さん、 YouTube 1000人達成おめでとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ってたのは本当にね、春だけだったんですよ、実は。でそれからはね、結構ゆるゆるだったんですけど、気がつけばっていうことで、
ね、ちょっと何かね1000人企画やりたいなって思ってるんで、なんかこんなんどうですかっていうのあったら教えてください。はい、今日もではありがとうございました。アーカイブの方は、後で上げておきます。はい、では今日は失礼いたします。また明日の、21時30分にお会いしましょう。失礼いたします。